着きましたね、北九州。着きましたね、久しぶりだね、マジで。久しぶりだな、マジで。オリマルホームさんがね、迎えに来てくれてるかわかんないですけど、まあ、予定だと迎え来てくれてると思う。予定だよね。なるほど。予定がなくなってたら、うん、しょうがないから、なんかしますか。そうだね、ラーメンでも食ってね。ラーメンいいな。 あ、違うね、やっぱ。あ、いましたね、そこに。え、あれか。すごいじゃん。晴れててよかったね。確かに確かに。めっちゃ天気ね、たくさんいますね、なんか人が。雲ない。雲一つ。でもなんか雲ないけど、うん、切りかかってるよね。切りかかる。確かに。お、みんなあの服を着てる。勢ぞろいじゃん。またはめにいる。制服みたいな。もしかして。うわ、結構田舎だな、北九州。一回その成人式の時に来たね、確か。うん、成人式あげないっけ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。制服になってる。どうぞ、北九州。お久しぶりです。お願いします。岡君、初めましてか。あー、初めまして。はい、お願いします。まあ、どうしてんですけど、わざわざ東京駅に買ったら渡したものでした。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日、50対2の振りはしませんので。あ、大丈夫です。すぐ逃げちゃう。気をつけないと。どこ行くんでしたっけ。今から、うどんですか。うどんです。おお、とりあえず昼飯みたいな。立ちよ。名物。名物だって。全員来てくれてますもんね。はい。もしかして会社のあれですか。そうです。ユニフォームになってます。それ振り向いたら。すごいな。かっこいいっすね。楽しみっすね。楽しみっすね。マジで。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫です。グリーン。すごいっすよ、この車。ね、でかいよね。でかい。第二の故郷にね。よろしくお願いします。ね、すみません。ごめんなさい。回してもらって申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すみません。いただきます。どうぞ。本当、お久しぶりですね。あ、お久しぶりです。イエモン茶。いただきます。どうぞ。すみません、1時間弱ぐらいちょっと多分かかるかと思いますので。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1時間弱かかるんだ。多分、まあ、どこに行くんでしたっけ。今波うどんという、それで、それで九州ですか、福岡ですか。北九州ですね。あ、北九州。まあ、名物というか。見てくださいこれ。冷え性の女の子みたいになっちゃってる。どうしたん。膝寒い。いや、寒くないんだけど、邪魔かなっていう。ちょっと暑すぎた今日。ちょっと暑すぎたね。まあ、夜は冷えるかなっていう。あ、確かに。まあ、あるもんで。何あるもんで。あるもんで。あるもんで。早速なんかバカにされてない。違う。あるもんで。ね、しかも自分使ってたやつ。違う。冷えてくるってことがあるもんで、やっていこうかなって思ってるもんでさ。思ってるもんで。それバカにはするなよ。バカにはしてない。全然してない。岡くんおるし、なんか昔の感じで話したいやん、こっちも。確かに。だら。完全バカにしてるな。どう立つ。どう腹立つ。腹が立つ。あ、なんでわざとらしい、これ。でも岡も絶対染まるけど、逆に言わんくなるよ絶対ね。1年後に揉んでとか言わんから絶対。吉田君がそういうのを一番変えないタイプだから、岡も多分3ヶ月で変わってくると思う。ああ、そうだね。まあ、どんだけの人と付き合うかだけどね。結局俺なんてさ、あのジムの接客業やってたから、うん、なんか方言についていちいち言われるわけよ、こっちも。何それみたいな。何ですかそれみたいな。うん、俺トレーナーじゃん、反復横跳びやってくださいねって言ったら、反復横跳びでしょとかさ。そうなんだ。そうイントネーションが違うんだ。そう逆に言われちゃうわけよ。あと服もさ、うん、服って言うじゃん、トヤシ人。うん、服じゃん、本当は。らしいね。俺それ、ミクルに指摘されたもんね。そう岡くん服でしょ。服
だね。え？服。絶対変えてきたやん、もう。もう染まってるやん。何か？お、じゃあ、手足は？手足は服でしょ？服やん。靴やん。服のこと。うん。靴とか服、服よ。服って服になっちゃう？そう、それ言ったら、服って言ったらなんかこの霧吹きになっちゃうじゃんって言われたよ。あー。物は言いようだよね、そういうことか。これこそまさにね。靴っていうのね、靴。そう。靴だろ。靴。本当は靴らしい。靴なの？靴。本当はって誰が決めたの？知らん。本当はっていうか、まあ、東京は。東京は。東京はね。でも、東京が標準語じゃん。言ったら。そうだね。だから、岡くんがおかしいよ。確かに。あ、そうですか。岡おかしいな、ちょっと。そう考えたら。君たちも使ってたよね。今この中で岡、声おかしい。毎回フルネームやめてるもん。さすがに。岡康平さんですよねって声かけられる。マジで、マジで。あれかっこいいのつけてるやん、なんか。あ。え、ぶっちゃけさ。何時かわからんやん。じゃぶっちゃけさ、うん、それかっこいいと思ってるでしょ。かっこいいと思ってる。で、なんかその、包まれ方やばくない？その、時計の優しさ。優しく包まれてないのが手の気づかんかったもんついてるかでしょ。おー、そんぐらいだよね。でもさ、何が嬉しいって、俺たちがその一撃でさ、岡くんのサイズ当てたことじゃない。あ、どうやって当てたこれ。これね、俺と吉田くんが何回もね、うん、そのブライトリング、渡したブライトリングの感覚で何回もやり直して、これで完璧だってなったわけよ。うん、完璧だよ。完璧でしょ、マジで。ブライトリングちょっと小さかったでしょ。少しね。それは完璧じゃない、ぶっちゃけ。本当にいい感じ、ありがとうございます。でも岡くんも29か。そう、確かに。どうよ、どう29って。改めてさ、29歳よ、だって。うん、29。なんか16歳の頃想像してた自分と、やばいよね。どう、29歳ってめちゃめちゃおっさんなイメージあったから、俺当時。それ俺もなっちゃってるし、ね、でラスト20代ラストやん。来年には30。それがまだね。いやー、ちょっときついよな、ぶっちゃけ。岡くんもう30よ、次で。実感がな。なんか野望とかないの？野望、うん、結婚したかったね。したかったってなんかもう25とかに。25とかで。なるほど。あ、したかったんだ。うん。まあでもあれじゃない、しんくてよかったなって思える人生にこれからなるかもしれんよ。まあね、まあ、自分次第だね。この32でさ、とんでもない素晴らしい人に出会えて、その人と結婚したらさ、俺25で結婚せんくてよかったなって思うかもしれんし。確かに、まあ、そもそも結婚したらなかなか東京に出てくるっていう決断にならなかったってこと。それはそうだね。確かに、そもそもね。まあね、確かにね、いろんな問題が発生するもんな。でも、うん、でも来たんじゃない、多分みんな。それにしても、いや、岡とかは特に来んと思う。岡くんは来んか。確かに。たくまとかは来そうだよな、結婚しとっても。たくまは来るかもしれない。いや、結婚しとっても。連れてきそうじゃん、たくま。行動派じゃん、結婚。嫁こと？うん。嫁と子供こと？そう。めちゃくちゃ相当攻めだろうな。多分、まあその相手次第でもあるよな。そうだね。正直。佐々木くんは絶対来る。え？佐々木くんは絶対来ると思う。結婚していようが。まあ確かに。佐々木くんはまあね、確かに。まあまあ、そうですね。でも相手が嫌だって言っても連れてくるでしょ、無理やり。うん。そうなの？嫌って言わないんじゃないですか、そんなに。なるほど。俺とおるってことは。停止感ばっけ。停止感ばっけ。ぶっちゃけあれよ。その子供が転校しないといけないとかさ、そういうなんか難しい問題も出てきたりすると思うから、まあその簡単には決めれんことだと思うけどさ。確かにね。吉田君は来んだろうね、多分。結婚してたら来んかっただろうね。うん、多分来ないだろうね。そう考えるといろいろ人生は紙一重ですよね。そうだね。うん、岡君は29歳か。俺たち16の時にさ、ね、スマブラやっとったやん。やっとったね。岡くんの家に泊まっては。うん。それがもう、あれから13年？そうだね。
あの16の年のさ、ほぼ手前までまた追加したってことよ。すごいよな、そう考えるとね。でスマブラで言うともう俺たち結構強くなっちゃったよな最近。最近ちょっと戻ってきつつあるって。練習しとる。そうそうそう。青川はちなみにしてないよ。多分やられるかもね。あ、じゃあクソザコってこと、うん、言い方な。青川くんね、佐々木くん戦法で戦えば勝てると思うよ。いや、あっちの右下に降りれない、絶対に。確かにね、絶対に降りれないとかないから。音、あ、落としてくるってこと、行かせるってこと。あ、来ないってこと。そうそうそう、来さすからいいよ。でも一番左に行くんだよ。あの一番左で落としちゃえじゃん。そんなんだって死にに行っとるじゃん。さあ、これはやっぱね、どんぐらい強いのが一回取りたいですね。確かに、なまってそうだしな、おかも、さすがに。なまっとるね、でも。あ、それは言い訳ですから。ちょっと待ってよ。まあね、まあ楽しみだね。まあ楽しみであるよ。どのぐらいだったのか。俺たちは結構昔の自分たちに戻ったよね、これで。ちょっとの戻ってきた感覚はする。自分たちが弱いでしょうがないな、戻ったの。まあね、これ前のなんかスパーリングの時の振りと一緒なんだけど。大丈夫これ。で、あ、すげえわとか言ってまた俺たちが勝った俺たちが勝っちゃうみたいな。それはないね。それはない。それは本当に口だけになっちゃうからやめてよ。大丈夫、キャラ的に。じゃあ一気も俺ら殺せんとぐらいとか、そんぐらいでしょ。あげるね、でもあげる、あげる、逆に。じゃあ、あれをね、ハードルを。ああ、一気も殺せんぐらいってこと。うん、殺されないんじゃない。ちょ、練習していい。じゃあもちろんしていいよ、それは。俺らも最近ちょいちょいしてるからさ。いいよ。で、佐伯くんも最近頑張って、なんかめくるりん頑張ってちょこちょこやっとるよ。でもさ、スマブラの64のさ、なんかガチの動画見てると、バカつやつおるじゃん、天才的な。あの辺には勝てんでしょ。そうだね、勝てる。え、あれさ、なんかマリオとルイージーを使って2人でやるのコンボとかあるよね。あ、見た見た。確か、あれ、本当？あれはなんかよくわからんけどね。ああいうのは無理だよね。音おかしくない？コンビネーションがさ、課金課金で言っとるな。ああ、チートとかも結構64だよね。チートだよね。だからチートで負けても別にそんな知らん。だってチートだもんね。まあ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 、え、練習しよう。でも岡君じゃあ日本一ついてはな、世界。え、大きく出たね。うん、64のスマブラで世界一強かったらなんか金にはなると思うよ。確かに、マジで。じゃあやらしてくれよ。大会とかありそうだし、そう、出場してくれよ。やらしてよ。岡君本番に弱そう。なんか家だったら強いけどさ、会場とか行くと弱そう。そういうタイプじゃない多分。確かに、知らんけど。岡君結構ゲーム好きっすよね。好き。 FPS 視点のゲームとか結構やってなかったでしょ。やってた。あのコールオブデューティーでしょ。うん。あ、デューティーね。岡君の実ゲーム実況めっちゃおもろそう。オカやりたかったんだよ。言うとゲーム実況。そうなんですか。うん。ね。で、PS してんの。で、鉄砲のゲームも極めたもんね、結構。極めた結構。じゃあオカ君サブチャンで実況やってみてよ。言うと言うと。デューティーの。うん、いいね。Apex。でもなまってんじゃない。練習します。プレステのやつ？あの P 多くしすぎないようにして。P の一個も出さないほんな。ぶっ殺すぞとか P だから。マジで。それ P？ それ P よ。P だらけないでしょ。 PP でしょ、もう気をつけるわ。 PP か。ここエイペックスがやんないし。やったことないね。タクマの時計がすごいとこまで落ちてきてるじゃん。それ、あの、あ、熱いんすよ。あ、それ開けてやんな、それ。いやー、それにしてもさ、まあ本題ですよ。今日はオリモルホームさんで朝倉未来監修の家を建てると。おー、とんでもないことよこれ。監修の家っていうのはどういうことなんだろう。だから俺がどういう風な家がいいっていうのを言っていくんですけど、メンバーを全員連れてきたっていうのはそこで一人一人アイディア出してほしいなっていう。なるほど。朝倉未来チャンネル監修のっていう感じで。なるほどね。だから俺はもう決まってるんですよ。本棚の右から3冊目をこう引くと、それが開いて秘密の部屋ができる。おー、それいいな。それも男心くすぐるやん。確かに。それをモデルハウスでやってみ。オリモルホームの名前が日本中とどろくよ、多分。多分ね。うん、そんなん見たことないもんね。映画の世界だもん。ガシャって引いたらウィーンって開いて、そこから中に入って、なんかあると部屋が一つ。それいいな。
他に何かある？逆に。いや欲しいのでしょう。うん。僕一個絶対あります、ね。何？何？シアタールームマジ欲しい。ああ。映画ね。もう男のロマン詰めていくじゃん。シアタールーム。だけどね、あれなんですよね。モデルルームってさ、うん、ぶっちゃけ家族で見に来る人多いから。確かにね。一軒家って。うん。なんかもう男の一人暮らしみたいな感じが行き過ぎると。多分ファミリー感なくなっちゃうんですよね。確かに。だからその子供とか嫁さんの目線でも考えてあげないといけないんですよ。なるほどね。もう自己満員になっちゃうからそれ。シアタールームはでも子供もね、家族みんなで見れるからぶっちゃけ。でもシアタールームっていうよりはリビングに設置したらいいのかもね。ちょっと防音性にしてね。そうだね。それじゃあ取り入れましょうか一個。佐々木くんなんかある？前の例えばオニマルホームさんの家だと滑り台ついてたよ。あーってたね。あれもすごいよな。あれ攻めたよなマジで。滑ったもんね。しかも佐々木くん落ちたもんね。頭打ったっけ確か。頭打ったかなあれ。ケツっすね。打ったのかケツか。小田くんなんかある？俺足湯が欲しい。足湯あと掘りごたつ。あー、掘りごたつ。掘りごたつ確かに。子供が遊んどるペースがあって、大人はそれをなんかこうリラックスして眺めとるみたいなね。うん、足湯でベランダに作るのありだな。そうそう、足湯がいい。うん、でも夏はいらんだろ。あれ欲しいですね、防音室。なるほど。あ、外からあの全然外に聞こえないようなやつ。何したいの？なんかピアノとか。え、ピアノとか。なんかそうですね、いろいろ。なんかいろいろって落ち着ける。落ち着けそうじゃないですか。何も聞こえない、何も聞こえないから。却下っすね。ええー、理由が明確じゃないですね。確かに。佐々木くんなんか欲しいの考えてる。え、欲しいの考えてる。欲しいのですか。まず何階建てにするかって話よ。そっから。それでしょ。だってそういうこと。そんな、それこそ何階建てでもいけると思います。いけますよね、何階建てでも。木造は4階建てが限界。4階建てが限界か。木造なんですか。木造です。地下はできないんですか。あ、いえ、できます。あ、じゃあ隠し扉は地下にするか。だから地下に続く扉で、ビリヤードとか置いて、だから、あ、そう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 、本棚開くじゃん、開いた瞬間にもう階段みたいな。あ、本棚の後ろが。いやいや、クソかっこよくない？それいかついな。いかついでしょ。地下に防音室も作れそうだしね。それで言うと地下防音じゃなくていいだろう。確かに地下はなんかもうそのままで防音だもん。隣にいないもん。うん、モグラぐらいだよね。確かに。じゃあ佐々木くんなんかあるかな。考えておきます。佐々木くん、僕カラオケ欲しいな。それ家でいらんでしょ。防音じゃないの。いや、いるでしょ家にカラオケ。それってなんかカラオケに行く手間がなくなっちゃうよ。防音室を1個作っちゃえばいいじゃん。手間がなくなっちゃう。カラオケはスタジオでしょ。だってスタジオになっちゃうね。確かに、うん、家よ。家だね。でもね、僕欲しいのね、あったわ。何？プール。プール大変っすよ多分維持。あのさ、発想が海外のあの富豪なんだよね。全部そうなの。メイウェザーの発想なのよ。そうだ、カラオケとプールね。ビリヤードもそうだし。普通の一般の家庭だからね。分かった分かった。じゃあ決めていい？じゃあ、うん、じゃあじゃなくて、なんか上からやめてそれ。決めていい？自分がいろいろめちゃめちゃ言っといて。お願いしていい？じゃあ。じゃあいい？じゃあ言って。じゃあブランコ今回は。ブランコか。ブランコ危なくない？滑り台だから。危なくないでしょ。あと取りすぎじゃない、なんか幅。この振り幅すごいじゃん。まあでもそれで言うと長さを滑り台だろ。滑り台はなんか階段の真横だったから、うん、その同じ形態じゃん。うん、だからブランコと同じ形態のものってないから。うん、もうちょっと違うやつが欲しい。ちょっと違うな、それは。家に欲しいもんって特にないんだよな。ガレージ欲しくないですか。あ、ガレージか。ガレージ。え、でもね、俺それで言うと滑り台なんだけどさ、うん、なんかもう外につけたいなって思ったよ。この家の4階から。あ、もう一番上から。そうそうそう。で、外側に一番そのなんか外から見えるぐらいの、なんか屋根裏から降りれるみたいなさ。それ怖いね。あのね、結構。いや、でも作り方安全にすれば別に公園とかあるじゃん、そのぐらいのデカさ。あ、そういうことね。うん、ちょっと曲がったりしたり、直線じゃないと
ワンチャン、まあ直線じゃなくてもいいのかもしれないし。なるほどね。もうありだよね。あと何がコメントでもらっときゃよかったな、あらかじめいいコメントとかさ、うん、採用してさ、これ欲しいみたいな。まあでも俺たちもさ、うん、俺一軒家に住んでたから昔その地元行った時、うん、吉田君もそうだったじゃん。そうだね。なんかあったらいいものとかあったかな。俺ね、でもやっぱりなんだろうな、屋根裏とかテンション上がったけどね。あ、確かに。俺なかったんだよ ね、前回の家は。前々回の家はあったんだけど、屋根裏もありだね、確かに。天井だから上がれるようにしたいかもね、どっちかというと、ね、屋上に。あ、あと屋上、屋上とか屋根のとこに屋根が全開になる。ん、なんか開いたり閉めたりするやつ。屋根が、屋根が、屋根が全開になる、うん、オープンってこと。オープンよくないですか。オープンハウス、そんなことある。そんなモールやばそうじゃない。見たことないぜ。うん、そんな家ないぞ。いや、なんか調べたら出てきたっす。調べちゃった。調べちゃってるじゃん調べちゃうた。そんなの、そんなの一気に価格が一気に多分3倍ぐらいになるぞサンルーフ的に言うけどさ。そうですね、サンルーフ的な感じで。それ家でやるとえらいことになる。それはきついでしょ多分。それはきついね。なんか非現実的だよそれ。それで鳩の糞とか落ちてきたらクソダリーだ。確かに。庭は絶対欲しい。絶対いるよね。バーベキューやったりね。バーベキューってさ、どうなんかな、隣人とかから煙たがられそうじゃない。まあでも場所によるよね。まあね、うん、場所はもう決まってるやつ。あ、決まってます。ああ、その場所も見たいっすね、一回。確かに、はい、あ、でもごめんなさい、そんなに広いところではないです。ああ、やっぱりじゃあそれはやめた方がいいっすね。家が建つぐらいな感じですか、もうほぼ。そうですね。で、駐車場が、駐車場が2台ぐらいで、庭はなくてって感じですか、じゃあ。まあ、若干は取れるぐらいの。ああ、はい、なるほどなるほど。車入れやすい形にしたい。でも住宅地なんでですね。そう、住宅地でバーベキューって結構厳しいとこあるよ。そうだね。屋上がね。だったら屋上かもしれないね。屋上でもどうなのかな。高さ的に並んでたらさ、隣の家のさ、3階で勉強してる女の子の風の中に煙が全部入ってきてる。あり得るじゃん。4階でやったとしてもね。そうそうそう、ちょっと落ちちゃってね、風に乗って。風に乗っちゃうじゃん、匂いとか。まあまあ、まあ、隣人トラブルとかになってさ。そっか。あんまやっちゃいかんってことじゃん。あんまりそのなんかやらない方がいいかもしれないね。その俺たちの感覚でなっちゃってる気がする、それは。なるほどなるほど。今回のところは2階建てが、あの要は地域上2階建てが限界のところ。あ、なるほど。はい、建てれる制限が。そうなんだ、はい、2階建てか。でその現地を見ながら考えることも必要ですね。そうだね。一応設計がこんなんどうですかっていうプランは作ってます。だからそこはあとどうしていくかっていう。まあサンドバッグとかもね置いていくっていうのはあれだ。俺のっていう朝倉未来っぽいね、それは。色を出していくには、俺の色を出すのも必要だと思うんだよね、完全に。そっか、2階建てで地下は作れるんですか。でも地下は作ろうと思えば作れます。ただものすごい費用になりますか。ものすごい費用になりますけどさ、そこはなんか言ってもらいたいけどね。逆になんかよく店であるさ、換気扇みたいなのつけちゃって七輪置いちゃうとか、家の中に。こいつかんだ。え、多分家の中がとんでもないことになる。油とか無理だね。あの換気扇が、うん、あれよくあるじゃん店で。焼肉の、そう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 、あれ多分ガチのやつか。そう、でも焼肉屋の、焼肉屋ってベタベタじゃん。あ、確かにイメージ的にはあれ、あれなるよ多分家が。あ、壁もすぐ黄ばんだりして。うん、あ、そうですね。七輪はやりたいですよね。七輪はまあやりたいけどね。まあとりあえずじゃあその現地に着いてから、まあそこでまた撮影しながらアイデア出していきますか。じゃあそんな感じで、もう一本違う動画を今から撮りたいなと思ってるんで。おお、なるほど。また明日会いましょう。